宝塚音楽学校が2024年4月入学の第113期生募集要項から応募資格の容姿端麗という表記を削除したことが明らかになりました。これまでの容姿端麗で卒業後宝塚歌劇団生徒として舞台人に適する方という表現は心身ともに健康で、卒業後宝塚歌劇団生として舞台人に適する方に変更されています。同校は変更理由について詳細を明かしていませんが、時代や環境の変化を踏まえよりふさわしい方式や内容となるよう常に検討を続けてきたと説明しています。今年の入学試験では15、18歳の女子約40人の募集に対して合格倍率が12倍となり、2000年以降で最も低い倍率を記録しました。この背景には昨年の劇団員滅び問題なども影響しているとみられています。この変更について演劇評論家の石井義夫さんは、時代そして世界各国の人事採用要項と照らしても至極当然のことと評価する一方、長年のファンからは宝塚は美しいスターあってこそ容姿が問われるのは変わらないだろうという声も上がっています。ネットの反応、見た目なんかどうでもいい、真の美しい人になりなさい。採用するとは書いてない。見せ物なんてどうでもいいよ。ポリコレ迎合は止めといた方が。小汚いおっさんが入学したら信じる。仮面つければええやん。ルッキズム。まあ表記がなくなっただけの話で合格基準は変わらんけどな。デブチャンス。どについメイクするから関係なくない。あんなところ入れたら大事な娘さんの命が危ないんじゃないのか。今まで自分が容姿端麗だと自認してる女性だけが応募してたわけか。身体にまで仮面はつけられない。体は男、心はおっさんの俺でも入学できますかって言ってるだけ。黒人マジ。女役はメイク落としても美人が多いけど男役羽柔道とか剣道とか宝塚とか伝統を誇りにしているところほど、実際にはすでに腐敗しきっていて、古臭い老害たちによる理不尽で不合理な虐待で若い人がよく平気で殺されているような。お前らみたいなのが歌い踊る舞台を見たいと思うかって話。今までもそこそこのブスとかも合格させてきてたしな。というか別にそこら辺のレベルの顔の宝ジェンヌの方が多いわけで。芸能界に帰省した選ばりちょん顔が宝塚にも W。 容姿だからな、顔だけじゃないからな。ドブスが入団したら人気落ちるだろう。大砲の娘がどうした。宝塚でやってくには容姿端麗じゃないと心身ともに健康でいられないんだから。だと若い子なんてみんな可愛いだろう。元から美形じゃないと追っかけファンがつかない。容姿端麗ではないいじめっ子が入ってくるのか。舞台人に適する方だから結局容姿端麗を選ぶだろう。娘役もそこら辺レベルの子が大半だよ。容姿端麗っていうより派手顔の方があのメイクに映えるよな。しこめに夢見させんなよ。不思議なものでバレエとかやってるとブスでもシュッとしてるし、入団するとさらにシュッとしてゆく。欧米人になりきってアンドレラスカルとか言ってんの恥ずかしい。それより金持ち娘のいじめ習慣の方がやばいよ。ユリアンとか出てきて吉本か。じゃあスポーツも運動能力問わずブロにさせないとな。スティグマ採用とか普通にしてそうだよな。ラスカル W。 渡辺直美みたいな宝ジェンヌも出てくるのか。胸熱。そういう建前だけで実情は変わらない。そもそも男が宝ジェンヌになれない時点でおかしいよね。宝ジェンヌ、宝塚で検索しても他にそれらしきすれはありませんが。汗。客の求めることしないとあかんで。有力者がブスばっかり飲み込んでこね枠緩めたんじゃね。 W 整形がおキモい。言わなくてもわかるでしょってことか。容姿端麗整形サイボーグになりがちだしな今は。お、宝塚劇場も黒人採用する流れか。特殊な需要しかないから好きにしてくださいとしか。ブタゲルゲはいらない。時は高子が落ちたんだよね。顔というか体型じゃね。ニューストールの容姿いい子しかいないけん。表向きポリコレに配慮しました。スタイルがもう少し多様性に満ち溢れても良い。入り口を広くして自己評価の低い美形が来るのを期待してるんだろう。韓国産量産顔は迎えてない。心は女の子てって人は受験していい。